わずか3ヶ月でのスピード離婚となった氷上の王子様、羽生結弦。誹謗中傷やストーカー行為、過熱報道に悩んでいたことを明かし、これからの未来を考えたとき、お相手に幸せであってほしい、制限のない幸せでいてほしいという思いから、離婚するという決断をいたしました。と、公式 X で発表しました。羽生くんってさ、10代の頃からずーっと第一線で活躍し続けてきた人だから、メディア露出も多くて、ずーっとみんな羽生くんをこれまで見てきたじゃん。その羽生くんが、ここに来て離婚理由で嘘つくとは思えないんだよね。嘘つく理由もないだろうし。羽生くんは優しいので、僕が代わりに羽生くんの気持ちを推測すると、マスゴミがこれ！てめえらカスが勝手に報道したせいで、相手と親族にも迷惑かかってんだよ、ボケ！あと俺の幸せを願えないクソファンドも、てめえらファンじゃねえから、クソな、便所で流れてる。って、ブチギレてると思います。報道のあり方、ファンのあり方が問われています。推しの幸せを願えない奴に推す権利ねえからな。ただ、羽生くんのスピード離婚、どうにかして防ぐ方法はなかったのか、3つの離婚理由を1つずつ消していきましょう。1、SNS での誹謗中傷。スマホとパソコンをぶっ壊してから海外移住しましょう。自分のことを全く知らない人たちがいる場所に住みましょうね。2、ストーカー行為。ストーカーになるのは悪質なファン。つまりそもそもファンを作らなければいい。演技終了後に氷上に投げ込まれる花を一つずつ踏んづけて、ぬいぐるみは客席に蹴り返しましょう。この時、暴言を吐くことを忘れずに。3、マスゴミのカス報道。正直マスゴミが一番厄介です。奴らは嘘情報でも他人の不幸を金に変えるプロです。人間としての心を売ってから就職しているので、人の心がお前にはないのか！と言われてもないので理解できません。対処法があるとすれば、法的措置を取るか、売り飛ばした人の心を取り戻させるかです。羽生結弦くん、もう離婚届出しちゃったっぽいけど、誹謗中傷、ストーカー、マスゴミが原因だとしたら、本当に悲しすぎる理由での離婚です。結婚を祝っていたファンは今どんな心境なんでしょうか？みんなはどう思う？西中でした！有名人だからってさ、何でもして OK なわけじゃないんだからね。くっ！